こんにちは、まーです。グラサマやっていきたいと思います。ということで、声ありのグラサマ動画久々、あ、そっか、1個出したか、この間。でもあれ以来ですね。お久しぶりです。ということでね、超弾き直し弾きます。いやー、ついにフェン来ましたね。あ、虹だっち。あの怒涛のメンテナンスを経てついに昨日かな、10月6日予定通りやってまいりました。予定通りじゃないか、1日遅れちゃったけどね。ハイバーメディアさん、はい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 。いやー、アップルのね、値上げに伴ってね、ちょっといろんなゲームアプリが結構振り回されちゃったのかなっていう印象ですね。でね、グラ様もこう、いや、ガチャやりませんみたいに言って結構また炎上して、で、まあ、結局ね、結果として開催できたらもうリプもありがとう、運営お疲れみたいな。いやー、みんな現金なやつですよ、自分も含めてはい、ということで、間違った。あのね、メンテナンス、なんかアップデートとかで変わったこともちょっと触れたいんだけど、それは後日にして、ガチャをね、とりあえず引きたいと思います。いやー、これさ、マジで、あの、錬金がないんだよね、今回。錬金召喚がないから、いやー、超降臨祭初ですよね。あれ、イスリーダ皇帝もなんか降臨祭だっけ、違うか、なんかもう忘れちゃったけど。じゃあもうね、早速ね、引いていきますわ。いやー、錬金欲しかったけどね。で、私、石めっちゃ溜まってるんですけど、天井引くまではないし、あの、いつの日かね、ボックスが来ると私信じてるんですよ。いや、死んだのにどうやって来るんよって話なんだけど、あんだけ人気のボックスをね、来ないわけないよなっていうのがあるので、ちょっと信じて待ちたいので、もうボックス推しなのでね。なのでフェンは追いません。この1回にもう全てをかけます。はい。で、まあ一応見るんですけど、ピックアップされてるのはフェンだけなんだよね、確かね。あれ、あ、そうだよね。あ、で、ちょっと、そうだ、パーセンテージが上がってんだよね。そうだそうだ、上に書いてたよね、なんか。ピックアップユニットの出現率がさらにアップ、 5% から 7% ということで、星5、フェンを含む、あの、超降臨祭は。で、これだよみんな、さらに召喚結果の演出を変更し、金色のクリスタルからも最大進化星5ユニットが出現するようになります。最後まで諦めないということで、中山筋肉みたいなこと言ってますけども、期待するぞ運営、行くぞ。金からも虹に変わるってことなのかな。いや、待って、どこ演出変わったの、マジで。レイアスしか、え？え、なんかこれは変わったとこないよね、あった？いや、待って、全然通常通りなんだけど。いやー、どういう演出が増えたんだろう、みたいな。めっちゃ通常運転今んとこ。はい、金だよ。ねえねえねえ、どんな、止まれ！なあ！はあ。めっちゃ通常運転じゃん。いや、マジか。いやー、でも沼なんだよな、引いたら。ダメだ。いやー、フェンも好きだよ。2番目ぐらいにフェン、いや、3番目かな、好きだけど。いやー、無課金で追うのは沼だよね。まあ確率アップしてるにしてもさ、いや、全然、いやー、潔く交換しますわ見て、錬金めっちゃ溜まってんのよ。いやー、錬金できたかった。まあね、錬金ならさ、みんな手に入れちゃう可能性もあるもんね、ワンちゃん。はい、ということで、フェン狙って11連引いてみました。
皆さんのねガチャの引いた結果とかもねぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。はい、ということでよければチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。